デッドロックギャングを率いるリーダー、そして計算高き野心家、悪の世界で足を知らない者はいない。どうもテケキューです。今回は足をやっていきたいと思います。3,4 試合やったんで、その 3,4 試合の中身をちょっとご紹介できたらなと思うんですが、まずアッシュなんですけど、このコンカッシブみたいなアビリティありますよね。高知眼か、高知眼で、上に行ったり移動できるっていうことと、あとね、ダメージが ADS で覗いた時と覗かへん時のダメージがちょっと違ってて、 ADS で覗いた時が85ダメージ同打ちで、でショットガン覗いてへん時は40ダメージっていうことで、当たらん。このショット感が結構弱いなって感じますね。なんで基本的には覗いて ADS して打つヒーローになってくると思います。なんか火力的にはウィドウメーカーとマクリーとかの中間ぐらいに値するんじゃないかなと思います。マクリーの同打ち確か70ぐらいで、でウィドウはフルでいったら120か、何倍だったっけ、アッシュよりは高いっていう感じだったんですけど、なんで中間ぐらいかなと思います。でアビリティが、高知眼のノックバックともう一つありまして、ダイナマイトをですね、範囲攻撃で、このダイナマイトがめっちゃ強いんですよね。強いというか範囲が広くて、結構炎症ダメージが範囲的に広いなと思います。ほんで、武器は12発入ってるんですけど、リロードが素晴らしく長いですね。もうかなり長いです、リロードは。ただリロードしながらリロキャンできるんで、打ちたいタイミングで、打てるっていうところですかね。弾が入ってれば打てるっていうような感じなんですけど、あそこか、リスイチか。ウルトに関しては、BOB のボブですね。リロードが辛いね。結構自分をエイム合わせてるとこに、壁登りとかできずにまっすぐ行って、壁につけば、ボブが止まって、腰ダメがいいんだ。銃を撃ってくれるっていうような感じなんですけど、なかなかボブを思ったところに配置するのが難しいので、これはやってもらって、経験則でやった方が話が早いんじゃないかなと思います。普通にやる分にあたっては、いつもヒーローを扱う時になかったこうリロードの遅さっていうのが結構際立つと思うので、なんか撃ちたい時に弾が結構なくなってたりするので、ショットガンでバン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 撃ってる時は、リロードをしなあかんなっていうのを頭に入れつつやっとかなあかんのかなと思いました。でヘッドショットなんですけど、マーシーが、ダメブつけてくれたら一発で200族は死にます。なのでマーシーがいたらこれですね、マーシーのダメブで、一発で沈むっていうのが、結構やってて気持ちよかったですね。これは当てるの結構難しいんですが、ヘッドショット入ったら気持ちいいなっていうような感じです。であとダイナマイトなんですけど、ダイナマイトをピュッて投げて腰ダメで爆発させる方がスムーズに爆発するのかなと思います。遠目で投げたら、ADS どうしてもしないといけないんですけど、近めの時は腰打ちで爆発させるっていうのが、主流みたいですね。でこのダイナマイトほっといたら、敵のダイナマイトほっといたら勝手に起爆するんで、そこは気をつけないといけないのかなと思います。結論、強いんか弱いんかって言われたら、そこまでもう壊れてるキャラじゃないですね、のは確かだと思います。ただ面白いっていうのと、
ヘッショ入ったり、まあ、移動もコンカッシブで結構できるんで、まあ、楽しいですね。まあ、これからアッシュ戦たるものが増えそうな気はしますけれども、まあ変わらずやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回の動画はここまでです。じゃあねー。